井市内の幸せを紹介する番組福合わせ。福井市宣伝隊長朝倉夢丸と一緒に福井の幸せを探しに行きましょう。夢丸くん、今年は関東大震災からちょうど100年だって知ってた？そう、そこで今回は福井に生まれて後に地震学の父と呼ばれる人について話を聞きに行くよ。福井市出身の偉人大森房吉、関東大震災から100年であるとともに、今年は地震学の父とも呼ばれる大森の没後100年にあたる年でもあります。こちらの大森生誕の地旭地区では献花祭が行われ、地震について知るための講演会なども同時に開催されていました。まずはこちらでお話を伺ってみましょう。まずはこの旭地区との関係も含めて、大森房吉がどのような人物だったかを教えてもらえますか？大森房吉博士、明治元年、1868年に生まれました。旭小学校には明治7年に入学をされまして、小学校3年生まで通っておられましたけれども、旭小学校の生徒さんは旭地区出身の偉人として、地震学の父大森房吉という大きな紙芝居を作りまして、旭公民館でその紙芝居をご披露していただいております。これは紙芝居の一コマですが、地面の底には大きなお化けナマズがいて、ヒゲや尻尾を少しでも動かすと地面が動いて地震が起こるんだというふうに考えていました。それほど地震のことについては研究が進んでいなかった頃のお話でございます。一方で、地震の被害をなくすということはできないのかなというふうに考えていたようで、松平春学校がですね、地震を取り除くというような機会はないんだろうかということをフランス人の方にお尋ねをされた手紙がですね、福井市郷土歴史博物館の方に残されています。実は大森博士は日本人で初めてノーベル賞の候補になったすごい方なんです。ところで大森博士の具体的な研究内容を知りたいのですが、どうしたらよいですか？なるほど、それでしたら今日ご講演をいただいた福井工業高等専門学校の岡本先生にお話を伺ってみてはいかがでしょうか。詳しい話を聞くため、福井工業高等専門学校教授で地震学を研究されている岡本先生のもとを訪ねました。岡本先生は福井県防災士会理事長も務めるなど、地震の専門家として活躍されています。今日は大森房吉の研究と地震学について詳しくお聞きしたいのですが、はい、どんなところがすごかったんですか？あ、大森先生って言ったら地震学ってみんな思ってますけども、地震学だけではないんですよね。例えばそれに関連する、例えば地震帯の発見で、これは地震の予測につながりますし、揺れた時どうなるか、しかも火山まで、火山の噴火予測も大森先生絡んでるんですよ。緊急地震速報って知ってます？はい、知ってます。 あれは実はもう元を正せば大森先生の公式を発展させたものなんですよ。でそういうすごい先生なんですけども、今日はとりあえず地震っていうのにテーマでちょっとおしゃべりしたいかなと思ってます。P 波とか S 波ってわかります？ P 波が先に、そうそう、 P 波っていう意味が先っていう意味ですから、第一っていう意味なんで、 S 波っていうのも第二っていう意味だ、セカンドっていう意味。ただ揺れとしては P 波はカタ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 って揺れて、 S 波はバーってゆさゆさって揺れるっていう、こういうイメージになります。大森先生もより前の地震計はこの P 波を取り逃がすっていうか、P 波が来たらスイッチを入れて S 波を取るというような感じだったので、取れなかったんですよ。大森先生は今までやった地震計が連続で物を取っていくってことができなかったのを、彼は連続で取れるように、開発しました。それがすごいんですよね。だから P 波S 波って波があるんですけど、そいつをきれいに頭から取れるようになった。それが大森先生はの地震計はずっと P 波からきちっと取れるようになった。で、巻き方によっては長時間
ずっと連続で取れたので1970年代まではもうポピュラーな地震計やったんです。先ほど地震計の説明をしたんだけど、地震計で観測するようになると次分かることがあるんですよね。何かというと、あのずっと波形取ってるので、最初に来る P 波、次いつ頃 S 波が来た、すぐ分かるようになるんですよ。で、彼はそれをずっと観測でやり続けたら、あることに気がついたっていうのが今から紹介する震源距離のおもり公式っていうのになります。地震計っていうのはこうある距離にあるわけで、でそこからずっと波形を取ってると、あ、P 波来ましたよ、何時、あ、S 波来ましたよ、何時、でこの間の時間差は初期微動継続時間、僕らは S-P タイムと呼んでますけども、これ震源に近くなってくるとこの幅がどうなってます？狭くなってます。そう、これ実は比例してるんですよ。これに気がついたのが大森先生だから、これに気がつくと逆にここが分かるようになるんです。震源地が分かるようになるということですか？こういう式になります。で、初期微動継続時間と比例乗数かけると震源距離になる。これを我々は震源距離の大森公式、普通大森公式っていうとこちらになります。で、現在これがいろんなところに生かされてるっていうことになって、最初になんか言ったじゃないですか、何でしたっけ、何でしたっけ、あ、緊急地震速報。そうそうそう、どうなってるかっていうと、これ P が先につきますよね。先についたこの辺の情報を使ってここが分かりますよね。とすると、もしでかい大きい地震だったら S 波がとんでもないことになりますよね。だけどまだ届いてませんよね。だから危ないですよって知らせてあげるのが緊急地震速報になる。とてもすごい人だということがよく分かりました。はい、そんな大森先生のゆかりの地であることを誇りに思いたいですね。もうそうですよね。で、しかも大森先生が、ね、あの出身された県の我々も含めて県民が地震で傷つくって嫌じゃないですか。そうですね。ね、ぜひ皆さんね、あの勉強していただいて、地震で、傷つかない、つまり防災ですよね。みんなで自分の命は守るっていうことにつなぐことができたらいいなと思います。ぜひ大森先生思い返していただいて、地震防災頑張りましょう。よろしくお願いします。さて、続いてやってきたのは福井市防災センター。こちらの地震体験装置が10月1日にリニューアルされたそうなんです。この度リニューアルした地震体験装置につきましては、上下斜め方向への動きが可能となりましたので、実際の地震により近い体験ができるようになりました。また地震の揺れに連動して映像や音などを流すことで、視覚聴覚器を通して非常にリアルな地震体験が可能となります。さらに投影される映像は各年齢層に応じた状況選択が可能となりますので、正しい対処方法を学習することができます。椅子に座ったまま体験をしていただきます。福井地震ご存知だと思いますけども、昭和23年の6月28日に起こりました。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。すごい揺れるので、もうなんかびっくりして言葉に出ないというかでは足を肩幅ぐらいにお開きにいただきまして、ブロック塀が倒れてきたり瓦屋根が落ちてくることもありますので、遠回りになったとしてもですね、広くて安全な道を通って避難をお願いしたいと思います。リアルな地震体験もできてとっても勉強になりました。多くの方に体験していただきたいのですが、ご利用方法はどのようにしたらよろしいですか？はい、ご案内の調整もありますので、事前にお問い合わせの方お願いしたいと思います。わかりました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。今回は地震学の父と呼ばれる福井市出身の偉人大森房吉について知ることができました。地震学についても学べて、これからの防災にも活かせそうだったね。
それでは次回の福合わせもお楽しみに。